プラン空港っていうボラカイの一個手前の島に行って、でその島から船でボラカイ島に行くっていう感じなんですけど、あのいつもママについて行って、あの自分たちでこうやって飛行機見たりとか行ったことがなかったから、初めて自分たちで飛行機取って行くんだけど、結局不安だったのでママたちにも一緒に連れてきてもらうことにしたんですけど、この動画見て行ける人がいたらいいね。全然、全然行けると思うんですけど、多分いろんな人に聞けば、船乗るのとか乗り方とかちょっと分かんないなってそんな感じなんですけど、とにかくママたちが今から来るのでママたちを待ちたいと思います。 Thank you for サラマッポー。妹とママも合流しました。めっちゃ簡単だった。私たちは事前チェックインして紙を発行して、もうほんと日本と一緒って感じ。私たちはエアアジアっていうやつで撮ったけど、まあここまでは簡単だね。はい、ご飯食べたね。あ、そう、一番なんでないよ。朝ごはんマンゴースムージー頼んじゃった。イエーイ、いただきます。あの、甘い、なんか、うん、めちゃくちゃ美味しい。お姉ちゃんの声やこれが私の大好きなフラッピーのお菓子です。イエーイ。ハピクワン空港に着きました。すごい晴れてるね。まだまだミッションが終わってなくて、あの私たちのホテルの送迎がついてるかなと思ったら、ママも私たちもついてなかったのでこうやっていろんなが旅行会社みたいな、そう、船に乗ってブラカイ島に行かなきゃいけないんだけど、うちらはホテルまでついてるやつをママが選んでた。船のところまでの車と船と、あと船乗ってからの車っていうもう全部ついてるで、セットで1,050ペソ。見てください、9台のジュース。ホテルのチェックインまであと5時間4時間あるので、ホテルのご飯に来ました。うわー、ここはバーもございます。プールに入ったまま、タラーン、マンゴーシェイク、マンゴーシェイクで、私たちはモヒート。乾杯。モヒートも美味しいけど、マジでボラカイのマンゴーシェイクがもう1だよ。本当にやばい。マニラのマンゴーシェイクも美味しいけど、もう違うよね。ボラカイ1、マンゴーシェイク、絶対に。Every day, every night。ナイトはお酒だ。ナイトはお酒飲もう。まだフィリピン来て1回も飲んでないから、私たち 初お酒。ごちそうさまでした。ということで今からホワイトビーチ行きたいと思います。今日のリップはピンスのリライティックっていうカラーです。イエーイ、
ライスケール。フィリピンの大好きなフライスケールに乗ってます。今からホワイトビーチ。どう栄えてきた。だけどすごいね。さあここめっちゃ賑わってるよね。歩いてたらね、水着欲しいんでしょ。スリッパ買おう。ここで見てみよう。ああやって街に編み込みしてくれるお店がいっぱいあるんです。やろうか迷う。スタバがあった。もうずっとここにいたいくらい。ご提供コロナもありました。かわいい。いろんなお店があって本当最高。D マール行ってみます。ジェラート美味しそう。うん、買ってみる。アイス買った。スイカ、いちご食べる。めっちゃ美味しい。Dモールはめっちゃいろいろ栄えてて、ご飯屋さんもショップもいろいろあるんだよね。もう陽気になって踊ってる人がいる。ニューエラがあった。もう綺麗すぎる。やばい、本当に綺麗。今からお部屋にチェックインします。ママたちとはお隣のお部屋でした。メイク直してさ、海行った。ここがマーミーたちがうちら。ただーん、お部屋に着きました。なんかめっちゃ甘い匂いがする。めちゃくちゃ広くない？動画にもプールあったもんね、うん、プールがめっちゃあるってことで、うん、slow love.
uncomplicated such staple as we go ポテトコーナー頼みました。ポテトコーナーでおすすめはサワークリームとチーズ味です。夜ご飯前なのにでかいの頼んじゃった。うまい、うん、おいしい。粉たっぷり。なんかここはご飯食べ終わってから来てもいいかなと思ったら、妹がここで食べたいって言うからここで夜ご飯食べることになりそう。乾杯。フィリピンのビール。こんなパリピすぎる場所が。あ、飲みやすい。美味しい。今日はボラカイだからもう飲んじゃおうという感じでございます。ご飯の時から飲んじゃってます。このさ、お店出たら目の前がビーチなのが一番最高だし、ボラン海で忘れられない景色。髪の毛あんちゃんだから。もう始まっちゃった。みんなで髪の毛編んでこの音楽ミュージックバーに行きます。これなんかフィリピンの焼き鳥？まだこれ食べたことないでしょって妹に言われてなんか買ってる。試した方がいい。なんていうやつ？名前。イッサオっていう。イッサオ？ギニョギニョのやつはイッサオ。あのフィリピン焼き鳥。フィリピンの焼き鳥。立ち食いらしい。イルカ。イダってこれ。何？豚？豚の肉。美味しい。どうですか？うん。あ、ソースつけた方が美味しい。マスカット。レバーみたい。これ巻き？うん、美味しい。うん、これ美味しい。美味しい。Day 2! おはようございます。今日はアイランドホッピングに行ったりセーリングしたり、ちょっと海で遊びたいと思ってます。もう実は準備は完璧。エピソードビーツのシムラインに使って、これね、昨日ボラカイで買ったやつ、なんか猫耳みたいになって可愛い。今日は天気もいいので、海もいっぱい遊びたいと思います。じゃじゃーん。昨日買ったボラカイ色違い T シャツ着てビーチに行きます。
ママたちはまだ準備が終わってないから、私たちは先にビーチに行って美しい景色を焼き付けたいと思います。では旦那さんも買ってた。これ私4つで150ペソだから、まあ、日本で300円くらい。マンゴーシェイク飲みます。イエーイ。100ペソ。毎日1マンゴーシェイク。マジで美味しい。なんでこんなに綺麗なのってぐらい、本当にマジでずっと綺麗。ご飯食べます。で、船乗ってちょっと違う島に行ってみようと思います。もうずっと動画回したいくらい、もう超綺麗。どういうこと？綺麗すぎる。なんか新しいお店、ジョリビー行くかと思ったら、ママがこっちにしようって。行ってみます。うちのちょっとトライスケールで来た方のビーチが波がなくてめっちゃ綺麗。絶景すぎる。船乗り場。どのボートに乗るんだろう。楽しみです。イエーイ。バイバイ。ここはどこだろう。違う島に来ました。とっても綺麗です。綺麗。今ここだって。すごい。カメラあるんだって。チャンネルで泳げるって。OK。じゃあ行こう。Let's go。これ島の名前だ。クリスタルコーブアイランド。クリスタルコーブアイランド。No.
海入ったんだけど、めっちゃ綺麗だったね、海。エメラルドグリーンで冷たくて最高でした。まだシュノーケルあるんですけど、一旦海に行くよ。この洞窟の奥にいるらしい。え、なんでいいと？やば、サバイバル。うわ、マジですごい、すごい。洞窟の奥を抜けたらめっちゃ綺麗なビーチ、ビーチじゃない、海が広がってた。綺麗、泳げるのかな。美しい大自然。もうメイク落ちる。もうメイクも落ちちゃって乾燥してるのでこれ使います。エピソードビューティクスのミスト。キャリシモン超保湿力あるから見た目も可愛いでしょ。うん、欲しい。やっていいよ。ミスト、そうミスト。焼けたな、うちも焼けた気がする。なんかさ、でかいめっちゃでかいしさ、取り立てだからかわかんないけどさ、ぬるいよ。ぬるいでしょ。ぬるいし、なんかちょっと炭酸、微炭酸なんか味が違う、あの、あっちで向こうで飲むやつ。飲みやすいよね。オルガニック。うんうん、めっちゃうまい。うん、これ食べ終わ、あ、飲み終わったら切るの、切ってもらえる。次は夕日がもうすぐそこにあるのでサンセットクルーズ行きます。クルーズなんていうの、サンセット4分。人すごい、今干潮だからビーチがめちゃくちゃ広いから人がすごい。何回も行ってるね。サンセットめがけてヨットでみんなで沖の方に行きたいと思います。お
テル帰ってきてディナーまでちょっとプールで泳いでディナーの準備したいと思います。イエイマミー、はーい、イエーイ。あとプールなプール入ります。 Yes。 いただきます。乾杯。美味しい、大好きなエビだ。みんなハッピー、ありがとう、ハネムーン付き合ってくれて。乾杯。Thank you, mom. ああ、ママが私たちのために一曲歌ってくれました。何の歌かわからなかったけど、めちゃくちゃ感情こもってた。Thank you so much. ここに来ました。本日4個目、3個目のマンゴーシェイク。マンゴーシェイクがもう飲めなくなっちゃうからね。マリンちゃんは可愛いアイスクリーム、私はカットマンゴー、あなたはマンゴージュース。ここのマンゴージュースめっちゃ美味しかった。私のタイプの味、ちょっと酸っぱめ。おはようございます。キンフェルウィッテンのガンダリンドナスケフカビーチに来ました。朝10時です。フカビーチめっちゃ綺麗だし楽しみだね。時間ないこれね。Good morning. Good morning. じゃん。なんかマングローブの木を見に来ました。すごい。え？すごい。すごい。ボラカイのモール、ボラカイにもモールがあるのところでジョリビーを食べます。ジョリビースーパーシャー、スーパーシャー、スーパーシャー、メキュマイアルサイダララ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 ラスーパーシャー、やっぱりニュージーンズが流行ってるんだね。誰が好き？私ヘインちゃん。ハニーと。ハニーだそうです。ジャリビー、イエース。なんか辛いやつがあったからスパイシー頼みました。いただきます。We stay.
こういうミサンガとかがめっちゃボラカイに売ってるね。かわいい。かわいい。安かった。これ1個で100ペソだから日本円で300円ぐらい。うん、そうなの。マリンは200ペースの根っこだから500円ぐらい。でこれも可愛い。どうしよう。プーカービーチに来ました。またマンゴージュースエブリデイマンゴージュース。これ練習した方がいいよ。マンゴージュース1、2、3 3マンゴージュース。これめっちゃ、でも味違うよね、どこも。そうだ、どこも違うからいいんだよ。フレッシュだもん。うん、美味しくない？フィリピンのマンゴーの味する。それがいい。で、美味しい。じゃん。わー、アンガンスだ。暑そう、顔が。暑いです。みんなで、かいや。OK。わーお、すごい。If I say 1, 2, 3, you all jump together, okay?Just wait a minute, guys. Wait a minute. Okay, hold your breath. Guys, ready? Okay, in 3, 2, 1, go. Woo! Okay. Woo! Okay. Okay, Moana. Okay, ready? Okay, go. All right. Mom. Say hi. Hi. Welcome to my vlog. Chertaka. Okay. Mom, Moana. Moana. Burakay po here. Next time, we set up the table and we do not bring a fish, lobster or something.海に行ってたくさん泳いで。
紙ブレイズが取れちゃったからもう全部取って、せっかくだからこの後パークビーチでもブレイズしようかな。多分ボラカイで一番広いジョリビーまたジョリビー。でもだってさ、日本帰ったら食べれないから。チキン、ジョリビー、ジョリビー。ホテルに戻ってお着替えして、マルディのワンピース、マルディのワンピースに着替えました。どうも、お客さんチョロスで、今からあのホワイトビーチに行ってサンセットを見たいと思います。サンパラ、私が選んだけ一番可愛かった、これが。え？夕焼け。ハッピーハニームーン、はい。Yes。帰宅しました。すごいねこれ。海辺でずっと髪の毛やってて、もう何3時間ぐらい髪編んでて、結構重たくてやばいって感じなんで、まあ多分帰国するまでに取っちゃうかなって感じなんですけど、でもまあこう夏思い出かなってで終わってから、ね、夜ご飯みんな食べてたんですけど、もう私はもう疲れすぎて食欲もなくて、夜のビーチ最後、もうボラカイが今日が最後ラストナイトだったから、私の大好きなもう夜のビーチ、それぞれがそれぞれの時間を過ごして、海の音が聞こえて星空が見えてみたいな、なんか私は大好きなアマゾンプライムにある青い、私たちの青い夏っていうドラマがあるんですけど、それを海沿いで見て、まだフル全部見れてないんだけど、シーズン2のエピソード8がね最終話が出てたから、白い砂浜に座りながら波の音聞きながらそのドラマちょっと見てたら、お姉ちゃんって妹と旦那ちが迎えに来てくれて、でケーキを買ってきてくれてて、ママと妹がハッピーハネムーンケーキ、めっちゃねボラカイのサンセット夕日のケーキなんだよね、すごい可愛い。やっぱほんとボラカイが本当にすごく楽しかった、本当に本当に、やっぱなんか海をもっともっと好きになった気がする。あの足がつかないところでも頑張って泳げたし、すごい成長した自分が。洞窟とかも本当に最高だったの。そうケーブ、あのケーブの中から見える海最高だった。濃い1週間ぐらいいるぐらいいろいろやってるからね、どうすごいハネムーンにぴったりな場所だったね、うん、で2人で来るのもいいかなと思ったんだけど、やっぱりママがいたから、あのできたアクティビティもあったし、やっぱ言葉が現地の人だからね、私もさ理解もできて喋ることもできるけど、なんていうの、思った通りこうやって今ベラベラ喋ってるようにフィリピン語は出てこないから、やっぱりそれはママがいたからできたことがめっちゃいっぱいあったし、妹がいたからハネムーンの様子を抑えられた写真とかめっちゃ撮ってくれた妹とか、それはすごい良かったなと思って。はいどうぞ。マリちゃん YouTube 撮ってた。アンニョン。 OK じゃあまた明日の朝ちょっと回します。バイバイ。ハッピーハニムーン。
ということで、この素敵なホテルともお別れの時間がやってまいりました。早起きしてホワイトビーチ行ったりできるかなと思ったけど、全然起きれませんでした。昨日3時過ぎぐらいまでマリンちゃんとドラマ見てた、お話ししてたし、私はチームジェルマイヤー、あなたはチームコンラッドっていう話をずっとしてた。空港に向かって行きたいと思います。やばいな、やっぱりやばいな、綺麗。あ、寂しい、この景色が見れなくなるので。あー、もう何枚写真撮っても動画撮っても足りない、この綺麗な海。また来年来れますように。 Thank you。 はい、今ボラカイ島から船に乗ってバスで何空港だっけ、カティクラン、カティクラン空港に向かってます。で、カティクラン空港に着いたらマニラに飛行機で帰る。Strong, but life can be furious and things can go wrong.